イト図解、初めてのパソコン、2013年度公開講座、5月11日分です。アトミ学園女子大学、文学部、准教授の、福田です。こんにちは。前回はいかがでしたか？今日もゆっくり進めますので、よろしくお願いします。ちなみに、この BGM は、10年ほど前に、MIDI で作りました。起動の実習です。電源を入れると、パソコンが起動し、コントロール、オルト、デリートキーを入れてください、と言われます。左手でコントロールキーと、ALT と書かれたオルトキーを押し、右手でデリートキーを押します。パスワードを入れよ、と言われます。パスワードを入れ、エンターキーで確定します。すると、Windows が立ち上がります。終了は、Windows キー、押し、右矢印キー、でシャットダウンに、行き、エンターキーで終了します。インターネットの接続方法、説明です。プロバイダとの契約が必要で、パソコン購入店で相談するのが、一番良いでしょう。インターネットができる場所で、価格 .com や、朝日新聞と、EC ナビ等で、地域のプロバイダを下調べすると良いでしょう。予備知識として説明します。回線の種類は現在はブロードバンドといって、YouTube などの動画もサクサク動く、回線が主です。その種類には、光ファイバーを使う方法、ADSL といって、電話回線を活用する方法、WiMAX といって無線 LAN で、モバイルを活用する方法があります。支払いは、定額制が良いでしょう。住宅は、マンションか、戸建てかを選択します。IP 電話とは、スカイプなどの無料のインターネット電話を、接続できる、方法があります。いろいろな接続方法がありますので、実際の接続方法は、業者にお任せする方法が、良いでしょう。不可能の場合、業者のマニュアルに従って行いましょう。フォルダ作成の実習を行いましょう。まず、説明です。この音声合成ソフトは、ゆっくりちゃんと言いますが、ゆっくりちゃんが、では試してください、と言ってから、実行してください。元の、この説明画面に戻るには、オルトキーにタブキーで、プレゼンテーションを選んでください。では、説明します。データを保存するためフォルダを作ります。Windows キーに D キーで、デスクトップ画面に行きます。では試してください。次に、コントロールキーを押しながら、シフトキーを左手で押し、N キーを右手で押します。または、マウスを使って、右クリック、次に、新規作成、次にフォルダを、クリックしてみましょう。反転した入力枠が出ますので、そのまま名前を入れます。例えば、
初めての PC と入れてみましょう。なぜ最初に半角のアルファベットを入れると便利かは、後ほど説明します。では試してください。パソコンでできること、画像作成、編集、共有、ペイントソフトや、画面キャプチャソフト、カメラ撮影などで、ビットマット画像を作成、編集、共有し、ドローソフトで、拡大しても、ギザギザのない静止画像を、作成、編集、共有できます。アニメーションソフト、ビデオカメラ撮影で、動画を作成、編集、共有できます。3D アニメーションソフトで、立体アニメを作成、編集、共有できます。画像を作る、編集する、カメラ編の、説明です。手順です。まず、デジカメやスマートフォンで写します。ファイル形式は通常、JPEG になっており、インターネットでも利用可能なファイルです。ファイル名を、わかりやすくします。通常、撮影すると、日付の番号順になっています。必要な写真を整理するときは、わかりやすい名前を、付けましょう。その時、頭文字は半角のアルファベット1文字を入れると、例のように、後で探しやすいです。画像を作る、編集する、カメラ編、その2、接続方法です。カメラの SD カードを抜いて、PC カードスロットに入れる方法があります。パソコンに PC カードスロットがあれば、最も楽な方法です。DVD ドライブがあるパソコンでは、デジカメに付属する接続キットの CD ロムから、動かすドライバーをインストールします。その後、付属の USB ケーブルで接続します。カメラの電源を入れると、画像がパソコン上で表示されます。または、取り込まれます。無線 LAN しかないパソコンやスマートフォンでは、携帯やスマートフォンから電子メールに添付する方法を使います。携帯で撮った写真をメール添付で送るとすると送られます。その場合、Gmail や Yahoo メールのようなウェブメールを取得しておくと便利です。画像を作る、編集する、ペイントソフト編です。マイクロソフト、Windows 付属のペイントを使用方法です。まず、Windows キーを押します。または、スタートボタンをクリックします。次に、半角全角キーを押し、P、E と入れ、F7 キーでカタカナの、ペに直し、Enter キーを押すと、ペイントが表示されます。そこで、ペイントを選び、Enter キーで、ペイントが立ち上がります。マウスを使う方法は面倒ですので、説明は省略します。次に、図を描きます。方法は次のページ以降に、説明します。そして、コントロールキーを押しながら、S キーを押して、
保存します。画像を作る、編集する、ペイントソフト編その2、マイクロソフト、Windows 付属の、ペイント、を使用。バージョンによって画面が、異なります。画面は旧バージョンです。2バージョンの説明は、ペイントの概要、マイクロソフト、への、リンクを、ご覧ください。ショートカットキーも、両バージョンでは若干異なります。画像を作る、編集する、ペイントソフト編、その3、ペイント画面の機能です。まず、Alt キー、F キーを順々に押すと、ファイルモードになります。次に、Alt キーに、E キーで編集モードです。切り取りとかコピーなどです。次に、Alt キーに、V キーで表示モードです。補助の、ルーラーとか、グリッド線が、表示されます。次に、Alt キーに、I キーで変形モードです。サイズの変更や回転などです。次に、Alt キーに、C キーで色の編集です。最新バージョンでは、切り抜きも可能です。画像を作る、編集する、ペイントソフト編その4、Alt キー、N キーでファイルモードです。コントロールキーを押しながら、O キーで既存のファイルを、開きます。Alt キーを押しながら、F キー、続けて、A キーで名前をつけて保存です。Alt キー、E キーで編集モードです。コントロールキーを押しながら、C キーでコピーです。コントロールキーを押しながら、X キーで切り取りです。元のデータをコンピュータに残さないで、次の処理に移ることです。コントロールキーを押しながら、V キーで、ペーストです。つまり、貼り付けです。余談です。コピーとペーストばかりしている人々を、コピペ族と言ってます。人間は、間違えやすいものです。おっと消してしまっても、コントロールキーを押しながら、Z キーで、復活します。これは直前の作業を、覚えているから、できるのです。画像を作る、編集する、ペイントソフト編、その後です。Alt キーを押しながら、V キーで表示です。コントロールキーを押しながら、ページダウンキーつまり、右矢印キーで、拡大します。Alt キーを押しながら、I キーで、変形です。反転とか縮小拡大とかがあります。コントロールキーを押しながら、R キーで、反転と回転です。コントロールキーを押しながら、W キーで、伸縮と傾きです。コントロールキーを押しながら、W キーで、伸縮と傾きです。コントロールキーを押しながら、I キーで、色の反転です。コントロールキーを押しながら、E キーで、キャンバスの色とサイズの変更です。コントロールキーと、シフトキーを押しながら、N キーで、すべてクリアです。画像を作る、編集する、ペイントソフト編、その6です。描画ツールの説明です。星のようなマークが、自由曲線追加です。
その隣が、固形の選択です。四角い消しゴムのようなものが、消しゴムです。その右の壺から流れているようなものが、インク壺です。スポイトのようなものがスポイトです。その隣は、よくわかるでしょう。ペンです。霧吹きのようなものがエアブラシです。ローマ字の、A と書いてあるものが、文字に有力です。あとは、長方形や楕円などを選びます。そして、下の方の色選択で、いろいろな色にしましょう。